はい、こんにちは。マスタです。いつもですね、ビデオを見てくださって本当にありがとうございます。イェイイェイってことですね。今日ですね、あるところからですね、送ってきたいなと思いますけども、ちょっとこれ、ある庭園なんですけれども、大庭園の中でですね、ちょっと送ってきたいなというふうに思いますけれども、前回ですね、お話ししました、ビデオの続きなんですけれども、お金持ちの時間の使い方ってことですね。時間というものはですね、いろんな説というか理屈というか理論があるんでしょうけれども、僕からしてみたらですね、お金の使い方じゃなくて時間の使い方、時間っていうのは全人類、ビル・ゲイツであったとも、ウォーレン・バフェットでも、その橋の下で寝てるですねおじさんであったとしても、同じ平等なフェアな時間っていうのがありますんで、その今日は時間の使い方、お金持ちの時間の使い方についてお話ししたいなというふうに思うんですけれども、今日はですね、この年収1000万とか年収3000万の人たちの時間の使い方をなぜお話しするのかということなんですけれども、結局のところなんかこんなことありませんか？なんかやろうと思っても、もう一日なんかぼーっとして終わったとかですね。ちょっと今日は僕ですね、子供たちと一緒にですね、折り紙してたんですけれども、折り紙1日折ってたら、1日終わったとかですね、もしこれがですね、主婦の方だったりとかですね、お母さん、女性が見てるんであればです、ママさんが見てるんであれば、一日子供の世話、洗濯、炊事、洗濯、食事で、一日終わってしまったとかですね、いろいろあるんだと思いますけれども、どうしたらこの自分にとって、有効な時間の使い方をすれば有意義に過ごせるのか、このですね課題を解決をするためにですねビデオを撮ってるわけですけれども、実際に僕自身はこの時間の使い方が僕が見てきた、よく言う成功している人たちがですねよくやってる時間の使い方だなというふうに思うのはですね、まずですねもうタイムスケジュール、このタイムスケジュールをちゃんと組むことかなというふうに思います。タイムスケジュールを組む中でもですね、何を優先させなければいけないかっていうことをですね、しっかり考えながらタイムスケジュールを組まないといけないなというふうに思うんですけれども、結局のところ今皆さんがやっている、僕も含めてですけれども、目の前にあることを一生懸命やっている、これはすごくいいことなんですけれども、この目の前のことをやって緑のことを達成して、で実際に、自分たちのタスクっていうのを達成していく、小中大というふうにあるんだと思いますけれども、この小中大のタスクをですね、いかに毎日こなしていくかで、結局のところここが難しいんです。予定通り、自分たちのタスクを終わらせるということがとても難しいんだというふうに思いますんで、実際にお金持ちの人たちのタイムスケジュールっていうのはすごく目まぐるしい人たちもいるんだと思いますけれども、いずれにしていっても自分たちが決めたタイムスケジュール、簡単なことでもいいと思いますんで、このタイムスケジュールをこなしていくっていうことがですね非常に有効なやり方ではないのかなというふうに思います。お金持ちにならない人たちは目の前のことばっかりをやりすぎて、結局緊急で重要なことばっかりをやりすぎていって、結局前に進んでいかないということがありますんで、ゴールはここに行くにはこの緑のことやるのこの毎日のタスクっていうことをですねちゃんとやっていかなくちゃいけないなというふうに、お金持ちの人たちは過ごしていくんだというふうに思っていますので、ぜひですねもうタスク、簡単なタスクでもいいので、このタスクっていうのをどんどん組んでいただければなというふうに思います。それではですねまた、次回お会いしましょう。さよなら。時間の使い方でした。それではまた次回。